本日2月13日は苗字制定記念日です1875年の今日明治政府が平民苗字必勝義務令という打上官布告を出しすべての国民に苗字を名乗ることを義務付けましたこの5年前にあたる1870年から平民も苗字を名乗っていいことにはなっていましたが平民の中には読み書きの不得意な人が多くあまり普及しませんでした そこで明治政府は布告を出し、すべての国民に対して名字を登録させました。そしてそれからは変更することを原則禁止として、戸籍の一元管理を目指したのでした。